それではですね、メタノールの濃度の求め方についてちょっと説明します。でその時に行うことなんですけれども、こういった比重計っていうのを使います。で下に重りが入っていて、それでこの中につけていって比重を測るというもので、まあ皆さんも理科の実験とかで一度は見たことあるかと思うんですけれども、この連続蒸留塔のてっぺんからはすごく純度の高いメタノールが出てきますよね。ほぼ 100%。 そして一番下から出てくるのは水が多く含まれていて、だいたい 20% から 30% ぐらいのメタノールの溶液が出てきます。一方で実習で供給しているのはだいたい 50% ぐらいのメタノールの溶液になります。でそういったメタノールの濃度をどうやって測るかって言いますと、こういう比重計で測るということになります。で比重計はですね、 99% 以上メタノールとか81から98とか、一番下は 32% 以下のものまで揃っています。で今仮に、水、これ蒸留水これぐらい入ったものを準備しています。でそこに、メタノールをちょっと入れていって、水とメタノールの混合液を作ったとします。先ほどこの中に入っていた水に、純粋なメタノールを入れて、ちょっと今わからないんですけれども、ある程度の濃度のメタノールを調整してあります。それでまずはこれの、温度を測ります。温度計を使って。それで、どうしてかって言いますと、このメタノールですとか、それからメタノール水の溶液の比重っていうのは温度によって変わってくるんですよね。で物理学の教科書に、各温度に応じてどれぐらいの比重なのかっていうのと、パーセンテージがどれぐらいだったらどれぐらいの比重なのかっていう、そういう表がもう載っています。で実習の時には、皆さんの方にそういう比重の表をですねお配りして、そしてそこから求めていってもらうという形になります。今これの温度を見ますと、29度、ちょうど29度になっています。で温度を測り終わりましたら、次に、この溶液の比重を測っていくということになります。で純粋に 100% のメタノールではなくて、ある程度水が混じってますので、中間的なところでちょっと測ってみたいと思います。で比重計を使う時には、ここでパッと手を離して、しまうとストンと落ちて割れてしまうことがありますので、必ず下までこう押し込んでからゆっくりとこう手を離して、そして比重計の目盛りを読んでいくという形になります。それからこのメッシュリンダーの外側にビーカーのようなこういう枠がついてますけれども、この比重計を入れますと溢れますよね、溶液が。それを受けるためのもので、こんなメッシュリンダーもあるということをちょっと覚えておいてください。で今この比重計なんですけれども、目盛りを読んでいきますと、0.8625 ぐらいですかね。0.8625 ぐらいだというふうに読めます。一番上が 0.85 ですよね。で 0.86、 ここ87で 0.8625 というふうに、メニスカスで読んであげます。で29度で 0.8625 であるときに、どれぐらいの濃度なのかっていうのを、こういう、縦軸にメタノールの濃度が書いてありまして、横軸に15度、20度、25度、30度、40度でその時の比重っていうのが載っています。で先ほど29度でしたから、まあおよそ30度ですよね。で 0.8625 ですから大体71% とか、まあ、そういう濃度であろうということが分かります。でもうちょっとですね、厳密に詳しく計算していく方法っていうのもテキストに書かれておりますので、それは実習の時に担当の先生から聞いていただければというふうに思います。このようにしてですね、比重計っていうのを使って、濃度を測定していくっていう方法があるんだということをちょっと覚えておいてください。で缶詰を作ったりするときに塩析っていう操作を行いますよね。その時も棒目度っていうのを使いました。つまり塩分濃度の、指標ですよね。棒目度っていうやつで、現場でですね、何%の食塩水っていうのを一つ一つ計算して作っていくのはもう大変なことです。そして大量の原料を処理しなきゃいけないので、たくさんの塩水を使います。でそういった時に作った塩水が何%なのかっていうのをこの比重計で測っていくっていうのが棒目度でしたよね。それと同じような感じで、こちらの連続蒸留の現場でも比重計でおおよその濃度がパッと分かっちゃうっていうので、非常に簡単な方法ということで、こういった方法があるということを頭に入れておいてください。作図で求めていくとか、比重計で求めていくとかっていう、ちょっと日頃座学の勉強の時にはないような方法が使われるんですけれども、これから会社に勤められてその製造業とかに携われる方っていうのはこういったことも多用されていくかと思いますので、こんなこともあるんだということをちょっと覚えておいてください。